にちは、カウンセラーの山本恵美です。今日は久しぶりに皆さんに近づく歩いてます。クタクタです。いや、ちょっと僕足が痛いの、何なんだろう。まあいいや。ということで、今日はですね、なぜ続かないのか、なぜ続かないのか、自己肯定感が低い人は何か物事を始めても続かず、そしていつもやっぱ私続かないんですよねって言って、なんかいきなりまたすごいことを始めるっていう、ま、なんか魔のループというか、これ前あったんだよね、本当にカウンセリングで。で、この方まだ私もそこまで上手じゃなかった、なんていうのかな、やっぱりね、やってあげるの、なんていうの、道しるべをつけるのにちょっとそこまで上手じゃなかったなっていうところがあって、なんかここが違うんだなっていうところが2つあるので、それをお伝えしていきたいなと思ってます。っていうのは、何かを始める、まあ、何かやりたい、何か目標があるということができないから自己肯定感が低いのではなくて、やり方、その何かを挑戦していることの過程のやり方が大体間違ってるんだよね。なんだそりゃって思われるかもしれないけど、その過程が楽しいことでしかないんですよ。で、そこがすごく難しいんだけど、ハードルを下げるという言い方をするんだけど、まあ、発信とかをしたい方だとしたら、まあ、その発信をするハードルを下げることだし、例えば、まあ、英会話とか勉強したい人だとしたら、勉強をしたりとか、まあ、その英会話を学びに行くときに、大きな目標はもしかしたらあるかもしれないけど、一応それは目をつぶって、日々の楽しさや目標の方にフォーカスするって感じなんだ。まあ、これ何かっていうと、私ね、本当にヨガの先生のコースを始めた時に、やっぱヨガの先生になりたいとかは、もちろんなかったわけじゃないかもしれないけど、なぜ4年間もそんな厳しいコース、子供を授乳しながら始めたコースが続いたかっていうと、その時間は、もう本当その時間しか勉強はほとんどしなかったんだけど、その時間は自分のケアのために使おうって思って、なんか自分を癒すための時間だから必要だっていうふうにわざとしたんだよね。だから何かを学ぶとか、誰々さんよりすごい先生になるとか、なんか先生に好かれるとか、友達を作るとか、なんかここで何かを得ようっていう考え方をすべて捨てて、自分が楽しくやろうみたいな、自分がその時間子供から自由になって、そのすごい目標があったんだけど、やっぱ子供から自由になるっていう大きな目標のために頑張った。だからでも子供から自由になるっていうのは、ヨガのセミナーとか行ったらなるじゃん。だって物理的にも遠い、電車乗っていくから子供も連絡できないし、旦那もやんなきゃいけないし。だから、それのために行ってたからな。もちろんね、最後の方とかちょっと辛かったんだけど、っていうのはエゴが出てくるから、辛いっていうか、もう10年もやってるからなんともないけど、やっぱその中で友達とかみんな作っていくんだけど、それが全然できなかったしさ、外国人だからね。だから、そういう辛さはあったけど、でも、先生に戻って、もう一人一人が、ヨガの先生に戻っていった時には、もう一人の勝負だから、私、誰も手伝ってくれないし、っていうか、当たり前だけど、それをやっていくしかないんだよね。で、今ね、時によりけりだけど、場所を借りてヨガをね、外国人に教えているわけじゃない。で、しかも、まあ、人も30人は来てるのかな、もう結構来てるのね。いや、そんなにお金稼げないけど、4年生って言った。結構来て、毎月来てくる。で、なぜそこまで行くのかって言ったら、やっぱり別に大成功したいっていうのはもちろんあると思うし、それに対してまあ悩むこともあるし、生徒さんが3人しか来ないとかでもあるから、それに対してはすごく苦しいなって思うことはあるんだけれども、やっぱり、自分ができたこと
例えば続けられてるとか、なんかね、ヨガを教えることが続けられてることもね、なんかヨガを続けることになるのよ。だから自分がさ、もう全然練習したくないっていうか、自分がプラクティス、その、自分一人ではやりたくないの。でも、教えるからお金が入る。そのためにはやれるのよ。実際人って。当たり前だけど仕事だからね。そういう美味しい、経済的美味しいものがあるから、なんか続ける理由になれるっていうか。だから、なんか3人とかしか来ないけど頑張ろうって思うのではなくて、いやいや、自分は続けられてるしなっていうところに戻ってくると続けられるっていうか。だから、そのね、英語とかだとね、みんなね、なんかね、英検2級頑張るとかだとみんな間違えるんだよね。なんかその、もちろん、だから、どうやればいいかっていうと、やっぱ英語を話すのが楽しい。英語喋る彼氏がいるとか、友達がいるとか、英語の先生めっちゃ綺麗とか、そういうなんかプラスがあることっていうか、自分にとってやってるときに、その目標に達したときにプラスがあることではなくて、やってるときにプラスがあることっていうのは続くんだよね。で、なんでそれがやっぱ自己肯定感が低いと続かないかっていうと、やっぱね、そういうね、自己肯定感ってとか、その、エコーの声なんだよ。目に見えるものの声。だってそんなこと言ったって、あんじゃなんかヨガの先生やってる人ってそんな何百人も集客できないじゃんとか、例えば、そういうさ、やったっていつもお前はダメなんだみたいな声があったら、でも違うのよ。一人でも来てくれたらラッキーっていうか、いや、すごいみたいな。その、を、なんていうの、自分の喜びを増やしていくっていうことだから、なんかその今いる時点を見て、不幸だな、なんか私できてないなっていうことではないの。で、それは、私なんか、この感染の仕事もそうだし、なんかさ、そんなさ、いつもバンバン来るわけでもないけど、一人でも来たらよかったっていうか、で、その方の結果が出たらもっとすごいし、っていうことで、なんかその、なのね。で、こういう発信とかもやっていくことも、なんで続いてるんだろうと思ったら、別に私そんな続けられる人間ではないの。ダイエット続けようとか。なんかでも、なんで続くんだろうなと思ったときに、やっぱ結果じゃなくて、することに対する楽しさっていうのがあって、それはなんかね、ちょっと面白いんだけど、毎日人に会うじゃない？その時に、やっぱりさ、ちょっと心のこととか心理学のこととかやっちゃうと、当たり前だけど、あ、この人こうすればいいのにとか、あ、この人こうなってるじゃんみたいな。でもさ、その人に直接言うのは失礼でしょっていうか、なんかそんなさ、お前に聞きたくねえしみたいな。どう考えてもマウンティングじゃん。そのなんか、あなたの自己肯定感が低いからとか、いつもそんなネガティブなことばっかり言ってても、あなたその人生変わってないよみたいな。まあ、本音はそこなんだけど、でもそれを言ったら、やっぱ失礼になるから、じゃあ、どうするかっていうと、こういうところに書いてるんだよねっていうところが多いかな。あと、まあ、お客様とかもそうだし、こういうことをもう一回、言い方を変えて、言ったら伝わるんじゃないかな、みたいな。その、自分の後悔とか、ああ、もうちょっとこういうふうに言ってあげたいな、みたいなのがあるから、そこに持っていくと、やっぱり状況が変わっていくっていうかな、っていうかな。だから、別に、なんていうの、それで、そうしてほしいとか、もちろんそういうのもあるんだけど、それ以上になんか自分がやりたいこととか言いたいことっていうのを言える場所を、しかも、なんていうの、だからそのいいねがついたとかつかないとか、人が見えてるとか見てないとか、本当に気にすることなく、ほとんど私フォロワーするとか知らなくて、なんかさ、人に教えるにあたって、まあみんなでやっていこうよっていう時にあたって、自分は全部3桁なんだって何でもいいけど、思っていて、でも、やっぱそれをさ、人と比べて、何万人もいる人がいるじゃんとか、そういうことではなくて、でもみんなで一緒に楽しく、なんか投稿しようよとか、発信しようよっていうところにフォーカスを置いているので、楽しく始めるとか、絶対みんなできるよっていうところにフォーカスをしているだけなので、なんか、それが続けていくとやっぱ結果は出始めるから、その結果にフォーカスすることっていうことが、やっぱり一番、自分の自信を失っていくんじゃないかって、責めないんだよね。だから何をしても絶対自分を責めないっていう声を作っていくことでしか、何かを続けられない。続けられない理由はやっぱり褒めてくれる人がいない。それは自分。責めてる人がいるっていうこと。
はい、ということで今日もご視聴ありがとうございました。ハムガです。